ミツタだ、腹はくくったか。大栗からさ、聞いてくれるんだよここで。だってもう行かなきゃいけないんだよ。やっぱやめますなんて言えないんだよ。絶対行かなきゃいけない任務なのに聞いてくれるんだよ大栗からさ。戦場では迷わないよ、かっこよく行きたいから。食大切りさん、ちょっと心配なんだよな。優しいゆえにさ、自分でいろいろ抱え込んじゃいそうで。ここでさ、経験値ボーナスつくの食大切りさんなのやめようよ。辛いんだけど。思い出すものは何もないのかい。本来守るべきものがあったはずだよ。あなたは誰だい。これを誰っていう言葉を散々愛した人にぶつけるのか。これ言うのもただならぬ思いで言ったんだろうね。何が起こるかわからない空間な感じはするね。俺この本丸好きだな。嬉しい。文系であることを押し通せぬ世の中か。ん？文系であることを押し通せぬ世の中。あ、河川さんがガタイがいいのって、本当はそういうことがしたいけど戦わなきゃいけないから鍛えてこうなったっていう感じなのかな。本来望んでるのはお茶を飲んだり庭を眺めたりとかそういうことなのかな。いいなぁこの二人。待ち受け画面にしてもいいくらい。あー可愛い、笑顔が可愛い。これヒューガ君に向けての笑顔じゃないから、これは私にしてるということでいいのか。